こんにちは、小森純です。今井亮です。今井家です。前に退院の1日のルーティーンを、うん、YouTube でアップさせてもらったら結構皆さん驚いたみたいで、うん、退院初日から何やってんのこの人、あーっていうコメントありましたね。そうで、説明をしたいなと思って、うん、まずうちは、長男の時に1回里帰り出産をした。里帰り出産っていうか出産してから実家に1回行ったの、うんうん、その時に実はねすごいストレス溜まっちゃって、私がそうね、お母さんとそんなに相性良くない、多分私もお母さんも お互いにで、なんか私はこうしてほしい息子に対して、うん、でもお母さんはやっぱ慣れてるし、うん、これで大丈夫なんだよっていうのもすごくなんかねダメだったの全てが。だから結局里帰りした4日後ぐらいの夜に電話して、もう耐えられない、うん、もう無理、今すぐ迎えに来てっつって、うん、帰ったんだよね結局自宅に、そうで、里帰りない育児をしてしたじゃん、長男の時に、うん、ほんじゃ案外できちゃったの。この人の協力ももちろんあって、で先輩とかがさ近くに住んでたりして、うんうん、不安なことがあったら結構連絡してみたりとかで、うん、どうにかなったのね、はあ、で次男がすぐできたじゃん、うん、で次男の時も話し合ったの、どうするって、うん、でも里帰りはもう無理でしょ。でその時私東京住んでた、うん、で横浜じゃん実家が、うん、だからまあ別にさほど遠くもないし、まあ、言うて陣痛の時出産の日に来てくれないと困るよねってぐらいが課題だったわけ、はいはいはい、でいざ出産当日も陣痛来てお母さん帰っちゃったの、お母さん一回帰るねっつって帰っちゃって、で結局私の妹が自宅の近くで仕事してたから妹が来てくれたのすぐ、うん、で多分本陣痛だから産んでくるっつって、うん、妹と長男が2人で行ってもらって、その間に私が産んでって感じだったんだよね。でその時も里帰り出産なく、うん、里帰りもなく自宅に帰ってきて、うん、で退院してすぐにもう公園行ってたの。長男も歩いてるからてちてち、はいはい、で、うん、三男もう里帰りはしない、うん、というかいらない、ね、しなくて結構サポートなんて結構、決めたんですよ二人で、うん、次男産むときに俺らが作りたくて作った、うん、俺らが子供欲しくて作ってるんだ、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんには関係ないんだって、うん、だから周りを頼ろうだなんて思っちゃダメだみたいなことを二人で決めたの、うん、だから頼ることが悪いことじゃないの、はい、私たちは頼ろうとしてでも頼れないからイラついちゃうじゃん、うん、じゃあそもそも頼らないでいこうよ、うん、ってなったらイライラもしないし、はい、だって自分たちが決めて自分たちがやってることだから、うんうんうん、っていうので今は協力し合いながら、うん、分担しながらやってる、でも確かに産後の方は来てる、なんかねいろいろ来てるみたいです、ね、マジでやばい、まず起きれない、今起きてんだけど、いやだって割と朝早く起きてるイメージあったんですよ今までね、うん、朝強いというかね、やばいよね、もうぐでたまだよね、起きてこないもんね、朝ちょっと朝合わないよね、だからお兄ちゃんたちの明日の準備、うん、洋服とかの準備を一応しとくの夜、うん、私が、うん、でこれとこれが長男これが次男でランドセルっていうの全部準備しとくのここに、うん、で朝はこれを食べてねって、うん、例えば今はないけどそのおにぎりをさ、うん、作っとくのよ、はいはいはい、で冷蔵庫に入れてチンだけの状態にしとくとか、はいはいはい、っていうことをやってでパパに見てもらう朝、うん、ご飯と行ってらっしゃいまでやってもらってってるって感じ、起きれなくて、逆にそれまではパパはそんな時間に起きるタイプの人じゃなかったんですか。パパも朝起きる、もちろん仕事だから起きるけど、朝のことで言うとご飯はもちろん作んないでしょ、うんうん、だし、まあ、でもご飯ぐらいだよね、長男次男のことで困るのって朝、うん、
のかな、じゃあ着替えさせてってご飯食べさせて、うん、じゃあ行ってらっしゃいって玄関まで送るんです。そうそうそう、でももう小一小二だから、うんうん、別に自分で着替えられるし、カムもできるし、全部できるじゃない、うん、早く行きなさいとか言わなくてもだらだらやってないですか。いやそれだけでカウントダウンだけしてるだけ。そうやばい、あと何分だよとか、ね、とかやっぱこれがね面白いの、男だけになると寝坊するのよ。そうなんだ。おととい、20分前とかに起きてやべえっつってバタバタバタって聞こえるの。バタバタしてんなって思うんだけど起きれないの、もう起き上がれないの。でもあの、ま、月曜日を俺は日曜日だと思って、あ今日休みじゃんと思って気取りしたんだけど、だって30分後ぐらいに違う違うと思って起きて、やべえ、そうで、やべえ起きろ起きろっつって起こしたんだけど、うん、そういう日の方があっという間に終わるんですよね。そうなんだ。あとだって1日なんて1分前とかに起きたんだよね、出発の5分前とか、うん、5分前に起きて、私それ全然死んなかったんだけど。でそういう時ってもう、うん、あの普段1時間前に起きるんだけど、出る1時間前に起こすんだけど、あのそう時間があるからあの割かしね、あのグダグダ食べてみたいなことしてるんだけど、そういう日ってやばいって早いんだって。そう昨日一昨日に関しては20分ぐらいしかなかったんですよ。でも全然オンタイム、もう普通に飯も食ってそう着替えて、うん、やばいやばいっつってあと1分しかねえっつって楽しそうに行くんだって。それでもあらだからまあ息子たちは朝はママと会わないけど、うん、でも帰ってきた時にいるじゃん絶対、うん、だから帰ってきてそうだね一緒に過ごしてるね長男次男。まあでもあの子たちこう言っちゃうけどねすぐ。そうなんだ、うんこタイムしちゃった。あうんこしちゃった。まあとにかく、うん、うちらは里帰り出産してないけど、うん、こういう風に分担してやってるよって。で夜は私と三男だけ別の部屋で寝てるのね、うん、で長男次男パパで寝てるんだけど、うん、お休みって寝るときに長男次男学校が来るから早いのよ、寝るの9時なら寝るから、うん、でその時に私が寝かしつけに行くの、うん、2人を、うん、だから2人からするとママと寝てるの一緒に。そうかそうか。で朝起きたらパパしかいないみたいな状態、うん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 、でなるべく1日会ったことを話して3人で、うんうん、でこんなことが楽しかったよ、こんなことしたよっていうの話して、じゃあお休みって寝て 寝ついたなと思ったら上に上がってきて、うん、で次三男の寝かしつけをして、うん、って感じなのね今。大変だな。そうで、まあ三男も言うてまだね1ヶ月だから起きるからさ夜、うんうん、でまあちょこまか泣くわけじゃない、うん、うわーっとは泣かないけど、うん、でそれで起きちゃうから上の子たちで別の部屋にしてるわけよ、うん、そう一回ねチャレンジしたんだけどダメだった、2人ともね目ギンギンになっちゃって上の子は。ああそうなんだ、うん、ダメだったよね一緒寝たけどね。やっぱちょっとあの2人もあるしね。そう、まあそっか慣れてないから、うん、2人は静かなところで寝かすのが慣れてるからさ、うん、でどうにかしてますよ、うん、すごい。だからあの動かざるを得なくて動いてる感じです、うん、で分かってるのはそのダメだってこと、うん、体に悪いってことは分かってるんだけど、そうしないとうち生活ができないの、うん、だから誰か助けてって感じだからそれこそシッターさんとかも使いたいしさ、うん、でもやっぱコロナがあるからね、うん、それもやってないし、うん、保育園も全然まだまだ先でしょ、まあ、とにかく今は耐え時ですよ。まあでも最後の育児なんですもんね。あもうワンターン、ま、ターンってことはもう3人そう今後ろからないよっていう声が聞こえましたけど、うん、もうなんかさ、はい、最後って思うと切ないよということで、うん、まあ、私たちは里帰りはしなかったけどてか しない方針の家庭なんですけど、うん、まあ、周りにね負担をかけないように、うん、と思いながら、うん、やってますよ、ね、どうにかなってます、うんうん、以上ですバイ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